はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。あれです、アークザルト3をやるですね。もうちょっと今日だけで 4,5 本撮ってんだけどね。いや本当はね、それぐらい、おお、よしよしよし、あ、かわいいかわいいかわいいけどちっちゃすぎないか。ちょっとやってるんだけどね。あ、道具屋があるから、剣とかはね、ちょっと強い武器があると。アレクちょっと変えたいんだけどね、武器。はい、なんかないっすか。おお、銀の剣。強いの？なんかガッツポーズしてるから、装備する？ 54。あ、ちょっと強いかな。スティック、こんなもんか。シルバーナイフはもう持ってんだよね。鎧、シルバーメールが買う。装備する。で、装備しとこうか、ルッツもね。ハンターのマントは、ちょっと待ってね。この二人が強いな。どっちだ？あ、どっちが強いか分かんないんだよな。多分銀の胸当ての方がね、高いから、強いのかな。多分ね。うん。全体的に上がるもんね。下がることがない。強いな。で、売る。まあ、鋼の剣を売り、サリッサワイコとこ、リボルバーは売っちゃって、スティック。スティックが弱いからな、あんまり使えなかったな。で、鎧は売っちゃって、ベストも売っちゃって。フラグメントは使う、どっか使うのかな。で、薬草が、これ39個か。爆弾。あ、すごい薬草がないのか、全然。ゼリー、ミント、反発。まあ、この辺はいらないかな。爆弾がどれだけ強いのかだな。ちょっとこうぐらい買っといて。うん、ありがとう。壺が置いてある。女の子が入ってる壺。確実に、例の壺じゃないですか。どこでもチョコとは遊べるんですね。なるほど。よし、じゃあ本来のお仕事の続きですね。図書館に資料を届けるっていう話だったよね。ほい。すごいね、よく頑張って立て直したんだね。うん。またあのワイト系、あ、そっか、アークザルト2ではほとんど読まなかったけど、結構アークザルト1よりも昔のね、まあ、歴史とかも書かれてる文献があったんですよ。うん。いやー、ありがとうございます、こちらこそ。うん、これでまた少しでもね、世界が平和になればいいんじゃないかな。ん？なんだ？ああ、そっかそっか。それがなんでなんですかね。ん？知らないのか、みんな。なんかあれですかね、ストライキでも起こしてるんですかね。ストライキが起きる。ん？何者だ。ナモダの姉さん、失礼なやつだぜ。おお、出た。同じ町で同じキャラが出た。うん。波動ですか。そうなの？あなたはタロットカードとかぶん投げて相手にダメージを与えるものじゃなかったの？何かがおかしい。もう大災害からすでにおかしいんだけど。ん？今収まってきている。ああ、
何だったんだ。まあ、ギルドに行って話を聞くのは一番手っ取り早いでしょう。で、サニアさんも勝手にギルド行けばよかったのに。やっぱハンターじゃないと、なんだろう。あ、なんですか。はい。あ、そうなんだ。なんか緊急の仕事があるんだね。うん。話せばわかる。誰か探してるのかな。ね、俺がって感じじゃないもんね。みんなでなんとかしようっていう。ああ、ギルドの事務所の人も。ああ、最重要任務があるんですね。なんだ。なんですか。ティクバを追え。ティクバ。ヘイサスのハンターティグワが何？故障、故障、治水の書を奪って逃げた。ああ、なるほど。ありがとうございます。おブロンズハンター、ありがとうございます。あ、わかったわかった。そうだね、どんな人かをまず探さないと。とんでもねえやつだな。うん、よくそんなやつをどうしたね。まあ昔からね、ラマダはそういうとこだったからね。まあアークザルト1以降だけど。悪者をね、やっつけて、まあ、ハンターの名をね、汚さないようにと。おお、家があるの？うん。ああ、わかりました。これ地元の人なんだね。家まで持ってるのに何してるんですかね。こっちには、あ、こっちにも人がいるんだ。うん、まあ多分この劣化した BGM も、あ、ここにもアイテム境界があるんだ。結構広いな。はい。ああ、広い、横に広いんだね、すごいね。この劣化した BGM も多分この劣化したラマダの街のね、これイメージしてるんだろう。あ、川が流れてる、すごい。以前だったら川流れてなかったって。あの、池、水たまりだった気がするんだけど。うん、ラマダの部屋は強いぜ。どこだ、この辺、あ、この辺か。ん、事件。うん、おー、いいわ。やっぱいるんだね、まだ。うん。ああ、代理。そうだね、まだ彼にはすべきことがあるってことなのかな。ちょ、いい、こっちこっちこっち。これが家か？はいはい、ボスにね。もうすごいな、ボスみたいな顔してるな。うん、結構悠長なこと話してるな。
そう、まあ、ルッツがいるから大丈夫かな。テオとか、ね、可愛いから。そうそう、具体的に何をするんだい？ああ、お寺に行けと。はいはいはい、学院の人だったんだ。へえ。まずはお寺に行って話を聞いてくればいいかな。オッケーオッケー。ね、話を聞き終わったらギルドですね。ここのお家には行かない。ちゃんとね、俺話聞いてるからね、今度は大丈夫ですから。オッケー。いや、いいがに会えるのかな。あのムキムキのお坊さんに会えるんですかね。よし、じゃあ行こうか。おー、ムービーが来た。実際ラマダ・デラをこのリアルムービーで見たのは初めてだ。お坊さんたちもムキムキになっている。頭身が増えてる。断られちゃったよ。うん、でもさ、それハンターが悪いんじゃないよね。うん。え、ああ。うん。そうか、まずそっちで話を聞けばいいかもしれないな。すごいな、完璧な門前払いを受けてしまったよ。奇妙な術って普通に魔法のことなんじゃないのかね。違うのかな。校舎に行けばいいのかな。先生に聞いてみれば。うん、マーシアさん、アークザットにはまだ出てきてない新キャラ、もしくはモブキャラなのかな。うん、じいちゃん、口が悪いんだよ。自然魔法。抽象的だな。何ができるのそれで。
の呼吸法かね。ああ歪みね。ああ動画が出来上がったか。うん心の歪みか。うん、はいはいはい。どっかで聞いたセリフだな。ああそういうことか。うん、どうやら情報は得られそうにないかな。ということは自然魔法ではないということか。ああこの人がマーシアじゃないのか。ああそうなんだ。へえ。うん、ああそっちか。右かと思っちゃった。お、こいつこのキャラクターじゃねえか。パッケージのちょっと違う気がするけど。ボイスがいきなり、おー、ルッツが死んだぞ。魔法キャラですね。でも、そうすると、ルッツに勝るキャラクターなんですかね。うん。こうなってくるとこのティクバっていうキャラクターも固有のドットがあるんですかね。ちょっと楽しみだな。ああなんかレザードバレスみたいですね。ちょっとひらがなが多いけどね。まあ、波紋はね、勝手に学院がやった処置だろうけど。うん。とにかく力が欲しかったみたいだけどね。もっと力を。おう。そうか、結局捕まえないといけないんだからね。どこに行ったか。ああそっかそっか。奇妙な術とかさ、変な術で分かるわけがないと思うんだけどね。うん、やっぱり改めて聞かないとな。わかるのか。マジか。結構顔見知りなのか。うん。へえ。まあその精神を鍛えるっていうのはね、ラマダも同じだからね。
ね、話を聞くと、その優しいなんていう言葉は似つかわしくないと思うんだけど。お、横向くとかっこいいな。でもなんか年上っぽいか、少し。ねえ、ルッツ、どうですか？ね、綺麗なお姉さんなんじゃないの？うひゃひゃーって言ってくれりゃいいのに。これ、ステータスパーティーには、あ、入ってね、プレイヤブルキャラではないような。もし使うとしたら抜くのは誰ですかね。アタッカードさんかな、それともナイフレインさんかな。うん。22分。だと、一旦セーブをして、また改めてって感じかな。それとも話がすぐ終われば 話がすぐ終われば、まあ行っちゃってもいいし、まあかけてみるか。まさかラマダ寺の回想から始まるとかはないでしょう。寺はどうやってこんなでかいのを復興したんだね。ね、丸太とか使って戦うか。おお、あのでっかい杖は何ですかね。なんだ。 頭でっかちすぎんだろ。ちょっとさ、偉い人に話を聞けばいい。またすげえ怖いのが出てきたんだけど。 話は聞かせてもらった。マジか、話が分かって助かるわ。そして家が、もう裸じゃなくなったんですね。かっこいい、たる。ああ、でっち上げて。はい。おお、マーシアさんだっけ、名前。貴重な横顔。気絶させて入ったと。今度は力を使ってなぎ倒して持っていったと。ドーピングかな。ああ、そうなんだ。それを使って何か魔法を使ったり、エネルギーを操ったりするんですかね。あ、違うのか。直接は関係しないと。結局まだ抽象的だもんね。お、固有出る、固有モーション出る、固有モーションじゃないか、革命じゃないか。 ハンターじゃねえかよ。 おお、すごい。あのアンテナはビクンビクン。おお、すごい。
科学と魔法を使った全く新しい戦闘方法。全然術じゃねえじゃねえかよ、だけどな。奪った力を我が物に。ドレイン系大好き。俺にも教えてくれ。機械についてはね、3人の方が詳しいじゃないか。あれは何？力を奪うものだったんだ。こちらでは知られていないんだ。いいね、はっきりしてて。そうだね、まだ動かぬ証拠をつかまないとね。関連してるんだね。で、どれかね、これからどうするのか、ね、アカデミーが一番ね、一枚噛んでると言ってもなんだい。なるほど。まあ機械っつってもね、なんか魔法石みたいなものをその機械に埋め込んじまえば、もうそれでね、立派な道具にはなるからね。まあ一旦セーブして中断して、まあまたさらに研究していくね、マーシアさんがちょっと調べてくれればいいんだけど、相変わらずプレイヤブルキャラではない。では一旦中断します。ご視聴ありがとうございました。と思ったんだけど、ここにいました、この女。大いなる兆し、波動が乱れていく。よくないことですか。